戦慄のターミネーター、クロアチアミルコ・クロコップ。初参戦から恵まれた身体能力を感じさせたミルコはさらにビルドアップして完全なヘビー級選手となる K1 のトップファイターとなった。軌道の見えない左ハイキック、パワーとスピードを兼ね備えたパンチの連打で数々の強豪を下してきた。2001年からは総合格闘技にも進出、短期間で見事に適応し、これまで負けがない。その実績から格闘技界の中心人物にのし上がった。そのミルコも最大の目標はやはりグランプリ制覇である。この頂点に勝つか勝つかと言われてなかなかこの夢を掴むことができない。左のハイキック、左ハイキック、ダウンだ、ダウンだ、左ハイキック、マイク・ベルナルドの夢がここでついえるのか。いきなり左ハイキック、いや、もう左のハイキックは驚いた。効いてますよ、効いてますね。徹底的にポジ、そうですね、ミルコタイガー用意してた。左のストレート顔面炸裂、強いでしょ、マンシー強いですね。なんかターミネーター、ミルコの左カウンターに突き刺さりました。これは危ないですね。ミルコチャンス、私はプロカップです。 K1 チャンピオンになりたいです。